クセーニア・アレクサンドロブナ・パルベツ、旧姓・イリチェンコは、ロシアの女子バレーボール選手。ポジションは、ビングスパイカー。ロシア代表。2012年、地元のクラブであるウラロチカ・エカテリンブルクに入団した。2015年、ロシア代表に初選出される。同年7月のワールドグランプリでは、銀メダルを獲得した。2011年から2014年は、 クラブの20歳以下のチームでプレー。20歳以下のロシア選手権で3度優勝を成し遂げた。2012年11月18日、イルチェンコは、ウラロチカのトップチームとしてデビューし、ロシアスーパーリーグのザレチへ、オジンツオボとの試合に出場。翌シーズン、2013から2014からは、出場が増え、2014年からクラブのレギュラーメンバーとなった。 2014から2015年のロシア選手権において、イルチェンコは活躍を見せ、予選ではアタッカーベスト7に入り、プレーオフでは最も結果を残した選手となった。この活躍により、ラロチカはロシア選手権で銅メダルを獲得する。2015年、イルチェンコはロシア代表チームでデビュー。ヨーロッパ選手権で優勝し、エルチンカップでも優勝。ワールドグランプリでは、 銀メダルを獲得した。2015年のワールドカップにもイルチェンコは出場したが、ロシア代表チームは総合4人に終わり、メダルを獲得することはできなかった。8月23日、東京で行われた日本対ロシアの試合に、イルチェンコはメンバー入りしていたが、試合には出場しなかった。2016年5月に結婚、シーズン2016、17より、 登録選手名をパル別に変更。2018年のネーションズリーグでは首相を務めた。同年10月の世界選手権に出場した。ありがとうございます。